まず何遍もこれから出てくると思いますけれども、やっぱり貧困に関してはもう最近はテレビの方でも呼びかけているようですけれども、早めの避難に勝る防災なし、これしか自然災害に立ち向きできる唯一の人間の知恵かなというのは昨今思うところでございます。続きまして先ほど言いましたように体験ということで、まず被災した状況についてどういうことかと申しますと、その当時阿波市市、合併しまして九州山町だったんですけど、合併しまして7万人ですね、今は6万5千くらい減りましたけど、その時当時は7万人ですね。それで、瓦礫等々を引きまして11万1000と、まあ、中に詳しく書いてありますけど11万1200このくらいで、このくらいの量かというと7万人のその旭市が6年間に出るゴミの量がその震災によって出たというようなことなんですね。で、まあ、状況というのは私どものところは海岸地域でしたので、ここ我が家なんですけども、このところで堤防4メーターの堤防がありまして、昔砂浜だったところに堤防があって、このとこ我が家のところは海抜 1.6 メーターですね、なりまして、旭市に押し寄せた津波が 7.6 メーターということなんですけど、堤防を越えてきてちょうどこの角ですね、この一般のところの角のところでだいたい2メーター60ですね、道路から測りまして2メーター60というと、だいたい和風の建物の中で溜まった水が溜まったところがよくカモイってありますよね、お家の中に、あのところまで水がこう何ていうかな、停留してたというか溜まってて、瞬間的には浮いたというかそこまで来たので、まあ、2メーター60のところでその水垢がこうやったのを測ったものですから、瞬間的には4メーターくらい瞬間的には来たというところの状況でした。で、まあ、私どもの集落は小さいんですけど、その時に67件あったんですけども、現在は、まあ、お年寄りとか高齢者が多かったものですから、今は42件です。だから3分の1海岸よりは、まあ、物も人もなくなりはしませんけども、淘汰されてしまった。いうことなんですね。まあ、この話にもなりますけど、まあ、後で話しますけど、お年寄り2人がいて、お家亡くなったときに、まあ、これ、たまたま、その、社会福祉会やったお年寄りが担当で、大体、一人暮らしのお年寄りが朝、まあ、医療が作るんですけど、大体、3000世帯あったんですけども、その中でお年寄りは大体150人前後でした。一人暮らし。で、その一人暮らしのお宅にお弁当を、500円のお弁当を、これで話してきて、届けて200円いただいて、で、その社会福祉協議会やるっていうその事業、月に2編ですけど、やってましたけど、そのような状況の中で、まあ、お年寄りがそういう信頼を得て、正直のところ、流れたのは中条よと、せがれが都会に出て家を建てるのは簡単だけども、まあ暴れは何でもやれていれば僕でもおりますけど、そういう部分もあるんだけど、年寄り2人がいても死んでもお金のかかる時代だから、そうできないから復興住宅、まあその時はまだ復興住宅というあれではない、仮設住宅でしたけどね、そんな話になって、やっぱり年寄りだと正しくっていうわけにいかないんで、それが海岸地区が淘汰されていたっていうのが原因だと思います。で、だからその海岸地域だけでそれだけのゴミが出てたら、そうではなくてやっぱり液状化があったんですね。昔新潟県の方から砂鉄を取る技術が私どもの時で海岸沿いに砂鉄があったものですから、ちょうど終戦直後なんで、で、まあその当時終戦直後でそんなにものもなかった時に、
砂鉄を農家の人が畑から砂鉄を取って、まあ、生活の糧にしたっていう非常に意味そのあいまいにしますで、そのとこから砂鉄を取ったとなると特に私どもの地域でカラスだとかこの深くカラスになってしまいますので、まあそれからもう昭和30年代でしたので、もう50年くらい経つと知らないのはそこに分譲料を仕立てちゃったっていうのみんなそういう形でこう担いでしまったっていう、そっち後でそちらの方の被害が大きかったっていうのを考えてます。で私どもそこに進出して、まあ気の毒に亡くなった方は16名ですね。そのほとんどが先ほど言ったように、まあ津波の状況を言いますと24キロに大船が起きまして、でその33区に茨城沖のところが起きたんですけど、最初に津波が来たのは大体3時の約1時間なんですよね。で2時間目に起きたやつは堤防を越えなくて、で大津波が来た、よくテレビで取り上げた遅れてきた大津波っていうんですけど、その5時に来たのが5時26分 JR J の時計のところで止まってるのが一番水が申し寄せたしで消去して止まっちゃったっていうんですけど、5時26分なんです。なんか1回目の時は、まあ、堤防を越えましたけど、堤防4メートルの堤防これくらい越えたんですから、そんなのもないかなっていう、地理津波多分皆さん経験あると思うんですけど、そのよりちょっと大きいかなってくらいで、でその後に起きた時間に来たのは堤防を越えなかったの、まあ、上から見るとちょうどこういう感じのところでしたね。これも巻いて、それが最後の50の時に一緒に来ちゃったっていうんですけど、大丈夫かな。で先ほど言ったように被害を大きくして人的被害が緑地に多いのはどういうかって言ったらみんな避難してたんです。なぜかというと昔ながら合併する前から飯岡地区、朝日新全体の中の飯岡地区は地理津波のことですけど元禄津波っていうのがありまして、今回300その当時津波の304年か5年の時だった。どういうことかっていうと徳川綱吉さん5代の時にあった例の忠臣蔵ですよね。大石蔵之介さんが討ち入りした次の年にその大津波が来た。やっぱりその時代が混沌とした時なんですけど、その時にやっぱり今回と同じくらい来て、その時には今のように堤防とかそういうのがありませんので、千葉県では6000人亡くなったそうです。で、私どもの地域はどのくらいかっていうと、大体170人くらい、その古いお寺さん、神社さんとで、居合いで勉強して調べてみましたら、そのくらい亡くなっていて、それもやっぱり夜だったものですから、今回も夜だったらもう少し人的被害が増えちゃったのかなと思うんですけど、来たのはまだ5時頃でしたので、まあ、最近来たのは3時でした頃ですから、ここの前できてたのと、普段からその津波の時は、ちょっと上やら、この小学校の3階のところに避難しましょうという、その、なんか申し合わせというか、普段からその訓練をなせに行くにやったわけですから、意外とこういう形でできたで、こういうことで言うし、じゃあ、中にお前、なんで2年で流されたのかっていうと、やっぱり海岸地域の方は海っていうのをその普段からこう馴染みがあるものですから、この前は北海道でもありましたけど、西の方で大地震があっていくらの地域なのか、やっぱり船っていうかその海の方たちは逃げればいいんですけど、まず心配になって船を見に行った、港を見に行った、海岸がどうなってるのかって、正直言うとその裏にはまさかそんな大きいのが来るとはみんな思ってないってみんな頭にあるんですけど、まずそっちが正直言うとも心配になるんです。それともこれもやっぱりそういう感じの方で、私はじめ何人かそういう部分にはありました。
私のうちではその母が、まあ、中年にその当時は近い母が寝たきりで電動ベッドで私の妹と妹の2人でもう寝たきりっていう感じでしたので介護してましたので、ご存じのように電動ベッドの日っていうわけにもいかないので、なかなかやっぱりどうしようどうしようどうしようって言ってる時に、まあ、来て、ご存じのように今のあってこう作ってますペタンコの中で、まあ、被害があって、おかげさまで古いうちですから、昔の古いうちはご存じのように地下の上に乗って家がこう上上がってっていう感じでしたので、上に上がって下がってベタッとなって上がって助かったっていうような状況でしたので、まあなんとか。でもたまたま手紙が電話かけて、その5時何分の時に携帯たまたま通じたんで、その時6時1分に携帯がつながって消防署につながってきて、助け出されたのが8時46分です。その間やっぱり1時間後に超えてきましたので、だから5時あって6時になって7時になって8時になって堤防を越えないでその避難所に、まあ救急車を置いて、それを持ってきて、このされているのが、周りこんな状況で海外救急車だったので、そこからまあ運ばれていったというような状況でした。で、まあ、避難状況につきましては、先ほど言いましたように、ほとんどの方にも行って、ただ問題は最悪だったのは、この2回目の時に、堤防を越えなかったんで、こうやっぱり人間は自分の意図に変えちゃってる。もうこれで収まったのか、終わったのか、それを無理ないです。とりあえず、取るものをとりあえず避難しました。で、寒かったです。ちょうど外見回り、北海道の方に飲みに行くと聞かないんですけど、ちょうどあの時に外気温が5度くらい、3.5 度くらいですから、私のほうが暖かいところですから、結構寒いし、みんな、そうすると、とりあえず寒くて、で、とにかくガタガタと、とにかく地鳴りしながら、この余震が続いてたものですから、これは大変だということで、家に帰って、まあ、若い人はそのまま仕事行けるんでしょうけど、お年寄りは、避難訓練のように、役所の方で、いや、こういうところでこれ持っていこうねっていうようなって言って、自分で判断しなきゃいけないので、そうすると、寒いからこれ持っていくか、人欲しいかどうかって迷ってるうちに、取り残されて、津波に襲われて亡くなったっていうのが、実情です。あるところで言われたら、なんだよ、そういうのが徹底しなくて、医療活動でそんなに亡くなった方がいるのに、なんだ、今から何してんのって叱られた時もありますね。そうではなくて、そのような状況でしたので、なかなかやっぱり、一概に、こうだっていうわけにはいかないっていうような状況でした。それで、今、総理も言ってますけど、次女、共助、公助って言ってるんですけど、やっぱり、災害にしたときに、まあ、これは後でみんなも国の方でも言うようになったんですけど、事情があって、その次に共助の前に近くが立ってる近所があるんですね。で、共に助ける共助があって、公助っていうのは役所の前で言うの恥ずかしいですけど、これは当たり前です。これは全部確認してからじゃないと、公助の方はできませんので、だからとにかくもう事情、近所、協助で、これでどういうことかっていうと、72時間は頑張ってください。そうすれば、きちんとしたその、なんていうか、掌握してできますっていう、これがやっぱり72時間の時間だそうです。で、72時間、どういう時間であるか、お医者さんに聞くと分かるわよと。72時間っていうのは、これが、この時事例もありましたけど、普通は救急車で意識をしなくても72時間がそれを過ぎると急激に悪化するということで、72時間だったらお医者さんの責任も大丈夫だよというようなことが言えるような話をしてましたけど、その72時間はとにかくさっき言ったように
嫌じゃないですけど、近所と今日あの事情があって近所があって今日この3つが助け合ってなんとかしのいでっていう部分で、あのうまくこうシナリオでも何でもあのやっていかないと大変かな。中にやっぱり私もこれいろんな方いますから、あの普段家で暮らしてるようなわけにいかないわけですよ。強い人弱い人いっぱいいますから、まあ、そこはやっぱりお互いに言葉で共に、その時はやっぱり一つでした。あの普段仲のいい人も悪い人も、あとこのこれからこういう来日していないと、やっぱりいざとなったらそこに来てる皆さんもいろんなことで多分ボランティアに参加している方だと思いますけど、一番分かるわけです。どこどこのおばあちゃん、どこどこのお母さん、どこどこの誰がここにいて、ここにいて、ここにいてっていうのは分かっているわけですから、その方たちが避難所に行ったときには、正直言うと、公的な人が来るっていうと、公的な、まあ、市役所でもいいですけど、いろんな方が来ても、そこにいる方はやっぱり被害を受けちゃってるんだ。そうすると、私どものところもありましたけど、同じ私の中でも、市内が遠いところ、山の方から来てる方がいますけど、一生懸命やってくれるのは分かるんですけど、どこの誰が行っているかも分からないわけです。そうすると手間がかかってしまいますので、今回もみんなそういうことであれば、この各地区の、この地域、市内があったこの地域のボランティアさんだったり、ミルクなんかの登録してやってますから、その方たちに情報をもらうと、この方たちがうまくこう、迅速に行くっていうような感じですね。で、まあ、ボランティアの方の方だと言うと思うんですけど、ちょこっと触れますと、なぜかっていうと、そういうなったときに、次の市からもボランティアさんがいっぱい各あの県内の市役所のから市のバスで応援に来てくれたんですけども、まあ、ボランティアやってる方は皆さん分かると思うんですけど、やっぱりただお願いしますではなくて、ちゃんとあの受付があって、まあ、保険の確保、もしもの保険のこともあってっていうんですね。そうすると、午前中にその現場を掌握して、ボランティアさんが来て、若い人たちがいろいろ何でもできるから、この地域。この地域は、物をちょっと片付ければっていうような、その区分けの現場に行って見ないと、わからないものですから、そのところが、まあ、そういう大災害になれてなかった、まあ、当たり前のことですけど、慣れてなかったものですから、そうすると、その遠くから来た人が、その地域に行って、被害を受けた人に何とかしましたってその場には来ません。何とかっていうことを思ってますが、なかなかその連絡取れなかったり、この自動車の今、どっちに行くかどっちに行くか分からなくて、そうすると係の人がボランティアさんを受け入れて投入しようとするところ、午前中のうちに3軒か4軒1人でね、そんなものなんです。なぜかっていうと、ボランティアさんは午前中に入らないと、これは後で自分たちも叱られたんですけど、ありがとうございます、またお願いしますって決まりですので、午前中に帰ってもらって1700人もドンピしちゃって、それなかなかできません。そうすると中にはなんだよって、スーパーの休みじゃあるし、売り切れたらごめんかよっていうような話で、その、まあ、冗談があってこう叱られたんですけど、なるほど、そういうことかっていうことで、その後、まあ、たまたま、その時は、自治会の社会福祉協議会もあったし、そういう面で知ってる方も多かったんで、なるべく先ほど言ったように、そういう連絡をうまく見てみてやった方が、助けて、あの、救助に来る方も楽だし、受ける方もちゃんときちんとこう手伝い手伝いに行くのかなっていうような感じをその時には覚えています。で、まあ、あとはご存知のように避難所になりますと、大体こういう公民館のところですよね、まあ、たまたまここはあれですけれども、体育館というのは木の、ね、ところにあって、そこに、西関さんの方の毛布、もうとりあえずですから、毛布1枚と、まあ、
人数が少なければ2枚というような状況でしたから、なかなかやっぱり床に毛布1枚っていうのは大変でした。最近では田んぼ屋さんと話ができまして、ちゃんと何本のベッドもできるとかっていう形でした。それはもう震災後ですけど、その当時はそんなような状況ではありませんでした。で、その当時、小学校とか、たまたま言うか小学校っていう場所が一番多かったんですけども、やっぱり今 の, コロナじゃないですけど、たまたまお年寄りで、そのところはオープンスペースの学校でありましたけど、そこでインフルエンザが出ちゃったんですね、お年寄りの。これはということで、すぐに、って言うんですけど、病院も正直なところにいっぱいです。そういうような形になると、今まで同席したとか、そういう方たちがなるんで、その想定外の方が来ると、やっぱり病院もっていうような状況もありましたので、これは大変だなということで、難儀をしたと。で、その時には大変でしたけど、たまたま、長男さんが千葉県ではなくて神奈川県にいましたので、そちらに、行って、そちらで直してもらったっていうのが、近所の人ですが、それは後で聞きましたけど、行ったよっていう話を聞きましたけど、そんなような状況で大変でした。で、もう一つそのシナリオのことに言いますと、これは悪口でも何でもないんですけど、たまたま大崎町っていう地区があるので、70区か80区なんですけど、区民館で、立派ですけど、区民館っていう、大体普通のお家くらいのところに、上階、特に上階の時に、ちゃんと防火壁があってっていうお風呂はありませんけど、そういうような状況でしたので、たまたま、一応みたいな会場だったものですから、後ろに一人で中条よと、地区の、このところにどうだっていうこと、そこは何も被害が当たった被害が当たったので、多分ここに何人か入ったんですけど、寒くなって行って、避難所に行ったんですけど、そこもやっぱり地元の人たちいなくて、やっぱりちょっと事情のわからない方がいたものですから、でお願いしても、そうすると、その今のその言い方すると涙が出るんですけどね、赤字を病気も会長よ、気持ちは分かるんだけど、バックホーム区民館は市とそういう何かな約束のものがないので、個人にその寒いですから、そのあったかいお水であったりそういうものを欲しいなと思った時に、もうこういうのは個人には持ってってはあげられないんです、欲しいならしないように来てくださいよ、だから言ったんですよ、避難所に行ってそこで避難できる人ならいいんだけど、普段から足が痛い腰が痛いっていうお年寄りを、たまたまそういうのが何人から、変な話足腰そうな人が、いられるっていうことで、残魂を張ってそこで横になってるんだけどって言っても、ごめんなさい決まりですからって言って、そうないですから言いましたよ。そしたら比較的泣く泣く、知ってる人の大地さんだったり、農家ところも多いですから、そういうところの納屋で過ごしたっていうのが実情です。だからその時にお医者さんの話もあったんですけど、お医者さんも曰く、なかなかその一人のところには行けないけれども、先ほど言ったようにそういう約束ができてればちゃんとできますので、そういう区民館のところで会員同席の方でも4人5人まとまってくれれば、看護師さんがお医者さんで一緒に来て巡回してあげるっていうのを言われたものですから、やっぱりこの地域に集まっているところはどういうことか分かりませんけど、各地にそういうのがあれば、ちょっともしもの時はここをこういう形に安全なところを確保が一番ですけど、した時にそういうことがあった時に、その食べ物だったりそういうのをお願いしたい、いいよっていうような、その約束事があればすぐにその
行きますけど、なかなかその約束のことがないことにはやっぱりできないというのが実情でしたので、その面ではいつもどこでもいろんなところでお話しさせてもらってて、それはやっぱり結構その聞くところが話し合ってか尊重化して認めてあげてくださいと。そんな難しいことじゃなくて、あっどう起こるかも分からないし、30年後に起こるかも分からないから、そういう話だけはしておくと代々伝わって、いざという時にはその方の民間大丈夫だから、いや大丈夫だよ、そんなに知らない人じゃないから、基本的に知っている人だから、そういう人が集まって、で具合が悪かったらそこでそして見てもらえばいいじゃないのっていうような、その話し合いというかね、その企画が立ってる、それがあった方がいいかなっていうのはつくづく思いました。でまあそういう形でなりまして、まあ仮設住宅の話になりますけど、千葉県で仮設住宅が235棟できましたけど、旭地区が200棟で、沢田林とかそういうのがある沢田が30棟で、いかにやっぱり集中してこういう形、その中の飯岡は、200棟の中の150くらいですかね、ありまして、全盛期には一番多かった437人で、ね、まあこの地区でたまたま今回のところで、仮設住宅ができてるから分かると思うんですけど、仮設住宅は大体1人から2人が大体6坪畳10畳ですね、で2人から3人が9畳、18畳で、5人までが12畳、20畳、そこにはちゃんとお買ってもついて、お風呂もついて、全部その家庭用品がそれは全部揃ってますけど、ただやっぱり仮設住宅ですから、まあ山古志村からだいぶ改良されて良くなったっていいますけど、やっぱり、残念なところはないんですけど、要は下はやっぱり仮設住宅ですから、まあ寒い地域は多少床上げたんですけど、私もこんなところですね、でそういうような状況で、やっぱり大変な思いっていうか、それはやっぱり冬は寒くて、夏は暑くてっていうような状況で、でまあエアコンもちゃんとついてたんですけど、まあ基本的に 1DK、2DK、3K なんですけど、基本はやっぱりエアコンはいけないっていう状況でした。で、私どものところの仮設住宅は3月11日の例の震災があってから2つとも、たまたま県の方の運動公園があったところに、まあ、土地があったものですから、まあ、湯の常で怒ってた人もいました、1人かな、2人かな、いましたけど、まあ、おおむねそこが確保できたので、5月の11日、14日の日に、全部そこに移れるっていうような状況でした。これで、ここに見ますとね、この地域でも、復興住宅のあるものができましたけど、私どもの復興住宅ができたのは、仮設住宅、基本見れるらしいんです。あれは、なんか、プレハブ協会と、千葉県がこうなって、だけどもやっぱり2年ではちょっと無理だったので、3年の5月の14日の日に復興住宅、まあ、将来的には市営住宅するような状況でしたので、まあ、仮設住宅の 1DK、2DK、まあ、ではなくて 1LDK ですよね、2LDK、3LDK ということで、まあ、まあ、私どものところ、私を言いますと、33世帯の、で、その先ほど言った 3LDK は1つ、あと3つ、ということですね。まあ、おおむね、2つに分けて、1LDK が15、2LDK が15というような
状況でしたので、まあなんとかそこで暮らしてというようなことでしたけど、たまたまそこにも福祉協議会の方でお越しを呼んでしたので、そういう方がいっぱいいましたので移りましょうということで、あの結構な思いですから、まあ、石坂村だねとか、あの全部送り物選択肢もありました、全部ありましたので勝たしたんですけど、33世帯分で、そうですね、やっぱり先ほど言ったように、やっぱり地方は高齢者が多いですから、普通なら最低限66があると思うんですけども、36まで、大体 1.5、1.4 くらいですね。だから66人は入ります。大体今、1世帯というか、そういうような感じでしたので、40何人かなっていう感じで、あのこんな話するとおかしいんですけど、厳しい状況に置かれて仮設住宅に移って、まあ先ほど言ったようなことそうですけど、ついの住処の復興住宅ができましたよって、そのおばあちゃん一人暮らしで、まあ娘さんは遠くにいるんですけど、住宅がいけないからって鍵をまあもらって行って、皆さん見たらですか、見て、一日見て、ほっとしちゃった、気合いを、具合悪くしちゃって、娘さんが来て、それも全部品物、仮設からその工事局に移して、そのまま具合悪くなって、一週間後に、まあ、前から医者にはかかってたんですけど、そういうような状況もありましたので、そこにはもうちょっとやっぱりお互いに声をかけて励まし合うっていうのが、あの良かったのかなってつくづく思います。なぜかというと、まあ私のことを例にとるとおかしいですけど、このところで来るこれ本当にあの惜しいんじゃないですけど、地の道のままで行ったんですね。まあお、まあおくろ、まあ、ばあさんのおくろにやってるんですけど、その時、まあ、おくろの娘で歌いました。あと世話してた私の妹と女房とせがれと私4人で、まあでワンちゃんがいましたので、なかなかその避難所にはペットはダメなんですね。ですから行けない。でまあ親戚の農家に行って違うことをたらいましてしてくれると、言葉っていうのは初めて、まあ、たまたまそういう形で今一番手やすいですけど、普段あの兄弟だの兄貴だの何だろうって慕ってた人もそういう世界人は変わります。あの変な話、それはやっぱりもうしょうがないんですよ。あの正直言うと人間は言い張りが成長してももうちょっと持たれるならからっていうのはあるんですよ。やっぱりそんなに興味をかかってはいけないっていうのはあるんですけども、ただそこまでももう何歳か私どももまあ甘えてた分もあるんですけど、おーっとお願いしますっていう世界であっても、やっぱりそ言っていいよ、本決に当たる人ですよ正直なところ。兄ってそれこそ、まあ、おじさんが戦争で24で亡くなって、おふくろが22で婿さんもらって10年農家やって、そこなりの、まあ、町内では一番くらいのとこだったんですけど、時が経ってなればやっぱりそういうのが行った時にやっぱ大きい辛さあるのが嫌なんです。近所が知ってたけど嫌なんです。で、いるにいられない行ったらもうすぐですから、いつまで出るのどうするのって言われるとやっぱり困りますから、それで気が付くに行って、先ほど言った言葉っていうのはもう人間追い込まれて厳しくなると声出ないんです。4人で人の違うところに、まあ農家の蔵ですね、そこに行った時に今思えば分かるんですよ。多分みんな厳しくなった時に家族の中でお父さんお母さんせがれ子供が話になった時に何くらいですから、浅く米も水もたまたまあったその
ないですから、車も全部なくなっちゃって、ちょうど自由に気のままですから、避難するときに、ひろと君が近所の人に、俺は濡れた靴でそのまま行きましたけど、サンダルもらったり、靴もらったり、そういう世界ですから、何もできないわけですよ。で、言葉は、明日からどうするかって言えないんですよ。言えないんですよ、衣装的なところ。そしたら、その寝てるときに、たまたま先ほど言った、消防でもそうだったし、お年寄りも一緒だった男が、たまたま自分の、まあ、社会って言い方おかしいけど、だったもんですから、どんどんとして、お嬢さんが、ちゃんと、たまたまその地域に行ったわけですよ。で、未だに、その、日本の記念日、心忘れないようにねって覚えてあるんですけど、して、カレーと炊いたご飯と、どっかにあった米を持ってきて、僕らのために入れて、そういう世界で、だから言葉かけてね、っていうのはそこなんですね。だから、震災したときに言葉かけ、まず、物も大事ですよ、ダメとは言いません。大事ですけど、その前にいざとなったときに、どうしたの、大丈夫、腹の中で思ってますけど、大丈夫じゃねえよ、見ればわかるって、こう、口の中で赤で聞きながらも、その気力っていう言葉が次につながるじゃないですか。腹はそう思っても、まさかそうは言えませんよ。ありがとうっていう、その言葉で、そうすると次の言葉が出るんですよね。そうすると、家族でも、その、たまたままあ私どものプレイクと、風邪が出てないかって言いませんけど、それが来て、腹が膨れると、初めて見合わせたときに、どうする？と、すがりがまあその時28でしたので、じゃあ、あんちゃんのところから作ってましたので、じゃあ、あんちゃんからまず大事に考えていこうや、そこの避難所ですけど、状況のところ、おもやく帰ってきた人、やっぱりそんなに強いつながりでもないですから、いろいろあったもんですから、そこは使わないで、ちょっとまあ、聞いちゃったもんですけど、いまだに分かりますけど、3月、4月の時に、まあ、グラブしたら、ただいたってして、焼かるんですよ。まあ、俺らは何、構わない、嫁も、妹も、まあ、その時、年を言うと、私63ですけど、まあ、そのくらいの妹も、嫁もそうでしたから、で、4月28日から、僕してるんで、それで、俺らは、まあ、4日か4日に体になって、タッパーはまさか、そういうあれもできないからということで、その、たらいって行水ですよね。で、やって、まあ、5月の16日の日に、仮設住宅ができましたので、これは、一緒に震災の時には、一番早かったように帰ってきます。で、あとは、まあ、仮設住宅に移った時には、まあ、これが、港のところに来たところやってですね。まあ、船のことを言いますと、76隻全部完璧に乗って上がったって話で、で、お金の話して恐縮ですけど、100万台、この3日の港になってますと、あれ普通の保険屋さんがごめんなさい。保険で降りないんですね。車両保険で降りないんです。災害用の保険じゃないと降りないんです。それも掛け金ちょっと高いです。大きいもそうです。災害用の保険はちょっと高いですけども、108台とか何台とかの中で、保険にかかってたのは6台。これ、修理屋さんから聞いた保険屋さんみたいなのがいない。6台とか8台とか、そのくらいの感覚です。まあ、知り合いなんか、お金もいたからですけど、別買って、半年で。戦乱するのが、全然無理ないです。そうすると、まあ、チェコの業者ですから、まあ、慌てて、まあ、同じ野菜を売り込まれる人はいるんですけど、結果的にはそうなんです。私も、もうやっぱり車にいない、ダメでして、で、保険さんが言われたら、ごめんなさいね、うまいにね、これで。で、お家の方もそうです。先ほど言った2000件近く、こうなった時になって、降りたのは大体3くらいしかかけてなかったんです。たまたま
キーだった人が、農協さんからお金借りてた。で、農協さんが災害の方に相談って書いて、教会に入ってきて、お金借りてたから、担当して、ダメだって言えば、教会に入って、六角形の上に、どうってたのか、2000万って言って、喜んでましたけど、農協は趣味かもしれないけど、ただ、やっぱりそんな感じで、やっぱり保険っていうのは、その当時やっぱり大事で、で、直後やっぱり、その車両、車の保険買って、入ろうと思ったけど、入れてくれませんでした。今ですけど、ただそういうような状況でしたので、で、先ほど言った元に戻りますけど、船の方は、さすがにやっぱり、水の商売ですよね。ちゃんとみんな保険かかったから、船に対してはほとんどそれはカバーできる。で、こういうような感じで、まあ、いかにもう一つの例を言いますと、最初の津波の時にも、消防署、ちゃんとプロですから、行った。そうです。ちょうど水積んでいくと、大体10トンちょっとになるのかな。行って、まあ、様子見に行ったら、津波が来ちゃって、3500万の消防自動車ひっくり返って。で、まあ、プロでしたから。で、それは後で後日わかるんですけど、NHK さんのテレビに出てわかるんですけど、来て、うちで、引き出してくれたのが、たまたまその、環境ご飯とかそういう、一時に、中止が時にやってた、こうやっての、手紙で出したのに、だから、あごんとご飯ってやる、お宅だったのに、そうだっていうようなこともあります。意外と、違う意味で、大変なことでしたね。で、この脇の方に、消防のところにありますけど、ここが大体小学校の前の半分くらいの通学路でしたので、まあ、小学校の方、学校の方はどうでしたかというと、金曜日の津波が来たときには、まあ、地震は結構揺れました。大体、その2時46分の時は、朝日はそうでもなかったんですけど、一番揺れたのは、茨城沖の 7.6 の時、3時3分かな。この時が朝日では5強でしたので、まあ、たまたまその伊予町区のことに関しては、地盤が一つだったのですから大丈夫です。で、学校はどうだったかっていうと、たまたまその校長先生も、普段私、その朝ずっとこう、中学の見回り隊でやってますので、校長先生の話にして、まず、状況を見て、海が見えますから、あってよと。普通は運動場で体育座りで本社に渡すんですけど、津波が来ると危ないんで、高いところに、その、多摩三階の建物ですから、そこに全部子供たちがやって、そのメールで連絡網でこう、引き取ってもらったと、おかげさまで子供たちが。被害災害はなかったということですね。はい、でそれも何であれば、その校長先生曰く、ちゃんときちんとマニュアル通りにやるんだけど、俺も定年1年か2年だったから、こういう普段はそういうことじゃない、災害があったら建物じゃなくて、普段は火災訓練使ってますから、火災訓練もそういうふうにも。家の中にはありませんので、運動場のところの体育座りっていうのは定番だそうですけど、まあ、ある意味じゃ、さっき、広い会社ですよね。っていう形でなったんで、これからもやっぱり、ケースバイケースでやっていかなきゃいけないかなっていうことでした。で、これはたまたま、私の地域に、みこしがありますので、このカセット住宅のところに、お中でも元気でやってるか、とか、会長元気でやってるかっていうことで、来てくれまして、まあ、同じ県内のこの、成田空港の近くの桜であったり、そういうところから、ボランティアさんが来て、じゃあここで、こう、絆待ってても、じゃあ次の、結構叱られましたよ、次の。何様のつもりだって言ってるけど、何にもしないで落ち込むよりは、怒られても、笑われても、みんなでこう共通のその音楽
な災害に対して頑張ろうよっていう気持ちをね持った方がいいんじゃねえかなっていう思いだったものですから、あれを気にしないで、やってくれました。まあこれは災害のところですけど、まあ、災害のところを、まあとにかく言ってもしようがないんですけども、あと問題は何回も言いますけど、その介護されてる方のその思うですよね。なかなかやっぱりそのきちんとしたそういうのが何ていうかな施設がなかったものですから苦労したっていうのは思ってます。これはやっぱり私どもがどうのこうのってことじゃなくて、やっぱりその町であったり市であったり県であったり、そういうところがきちんとそのなんていうかなガイドライン示してこういう時はこうしなさいっていうような感じでやらないと、なかなかやっぱりその地域の人はできないっていうのが実情。まあいろいろ問題はあるでしょうけど、これはやっぱりこれからはやってほしいなと思います。今復旧復興っていうのは公的なところの復旧はほぼなりましたけど、問題は先ほど言いましたように個人住宅です。伊予霞地域に限りますけど、大体300棟分ぐらい全部なりましたけど、最近ではちょっとなりましたけど、その当時3年4年くらいかな、なって300棟なくなった、その壊れた全部全壊した中でできたのは18棟っていうのが実情でした。でまあ時間になりますけど、ただその時に救助隊の方もう本当に必死でやってくれたんですけど、その時のそのまあやっぱり直面の方もいましたし、被害者の方を連れてきた時のその救助隊の言葉はちょっと外れましたけど、いまだにその思い出で何もって自分の道だけは大丈夫と思ってその避難をためらって被害やったのを見ると、救助隊は別に商売だからどうのこうのはないそうではなくて、人として俺らもこんな辛い思いしなくて済むのにっていうのが、その救助隊員というかその消防署っていろんな方ですよ、その役所もそうだし市役所もそうだし消防署もそうだし消防団もそうだし警察もそうだしっていう自衛隊の方もそうだし、来て一生懸命やってくれた時にもう少しっていう感じでねなってますので、まあ地震の場合はいろんな形でこう来てますので難しいところはあろうかと思いますけど、今もう意外とそういうことで呼びかけて、ただ特に地震とは関係なく雨の場合は予測ができますので、ぜひやってほしいなと思います。今もうそろそろ時間ですけど、こういう災害伝承プロジェクトで日本全国っていうか形になりますけど、この間にやっぱり胆振もそうですけど、その後に広島もそうです、広島も2回ありましたよね、岡山もありました、熊本もありました、大分もありました。正直のところやっぱりそこで出てくるのは亡くなった方があるところもあれば少ないところもあるけど、それは私に言わせる単なるちょっと気に余ったいですけど、助かった助かんないは運っていう部分が多分であるんですよ。その前に避難してればもう水がいっぱいになって、まあ女房も世話に行きましたけど、水がこう家の上になっちゃったら下に降りて引き下がるって言うんだけど、もうこれ無理だ、隣のお兄たちは現地帯にポンポンって言ったけど無理だ、そういう下がるんですけど、またああいう話を聞くといつもと違って水かさが上がってきちゃったから行って流されてっていう部分で、でまあ皆さんも覚えてほしいのは
津波は高いところにより高く行けば大丈夫なところもありますけど、今度の大雨、もう500ミリになったら間違いなくなりますけど、都会の方もそうですけど、時間25ミリだけ、今50ミリくらいになったそうですけど、もうそれ以上になったら上から来ますから、そうすると土砂崩れの心配もあるし、水はこう行きますから、先ほど言ったように上に同じ津波が来ても上に来る、下に向いて、ね、下に行くものになる。そうするとやはり場所によっては水平しなんですよね。あの遅れちゃった場合にはそのうちの中でも一番安全なはずなところの一番高いところに避難しましょう。実は私のところでも2階に行けば、いまだに今の行方不明の親になんかは後ろにいて遅れたんで、娘夫婦の2階があって、そこに行けばなった、まあ、たらればないですけど、そういうような世界もありますので、やっぱり学者さんが言ったこの水平避難というのは大事な、やっぱりケースバイケースですけど、そういうような感じで、それでも何回も言いますけど、早めに避難すればそんな心配しなくて済むわけですよ。自分の命が一番大事ですから、家を持って逃げないで、どんな高く持って逃げないですから、そしたらやっぱり自分が行って、自分が建てたなら、また建てることができるわけですから、そんな感じの気持ちに切り替えて、やっぱり避難して、そこでお互いのこの言葉をかけて、まあ、嵐というか、それを過ぎて、その後にみんなで一つになって、やってほしいなというのは、特にそう思います。先ほどあの係の人にも話したんで、まあこれを最後に取りたいと思います。実は沖縄の那覇市の方にお話を入っていきました。でちょうど1週間前にうちの方の市会議員が、まあ普通のあるべき研修がないので行って、沖縄の那覇市民センターでお話しして、それは安全を市民庁の火災の1週間前で、私は火災の1週間後だったんですよ、正直のところで行きました。その対象の予定では、その那覇市役所でお話をする予定でしたけど、やっぱりもうピリピリしちゃって、言葉は何も言っていいものやらっていう、もう見たとしてあの状況で、もうテレビよくも悪くも、テレビもマスコミはもう笑って、その状況の中で行きましたもんですが、で、まあ、その時に、那覇市の消防団の若い方、副団長が、で、申し訳ないと思うところで、いや、いいですよっていう話をして、そういうわけですが、そんなに人も集まりませんでした。で、話をして、でこういう、でも若い人はそういう形でやりたいんだ、それをやってくださいよと。ただ、そこで一つ言いたいのは、自分の人がやらないとダメですよ。こういう言い方するとおかしいけど、よそからしてコーディネーターなんだかんだっていうのにあまり乗らない方がいいですよ。めちゃくちゃにされちゃいますよ。それがやっぱり今の災害になると、もう名前は変わってるんですけど、大体同じような人がやってます。同じようなところに来ました。これこれこれ、なんとかコーディネーターと。全然いらないんですよ、さっき言ってそれともう別ですから、もうこっちじゃなくてこっちだって、もう上に向いてますから、要はまああまりいい言い方じゃないですけど、補助金っていうかそっちの方になってきてますから、震災の時にね、なんだ人間を人材になるとかやるから、30万とか20万とかみんなその会社が作るためにしたりやりましょうかってやって、ちゃんと真面目にやってるのもいるけど、よそから来た人は地の人と違って、そしたら自分の会社その地区では違うので、車自分家の10代も20代も買った、そういう人もいますから、やっぱりそこはやっぱり何でも言うようですけど、こういう変な話してつまんない話ですけど、聞いて地元の人は あそうかって、やっぱり地元の人はお互いの認識を持ってやっていかないと、逆にどこの人ですけど、市町村というのはバラバラになっちゃいます。
ためにしてそういった集まれば知恵があるわけですよ。そこにずっと何十年何百年っているわけですから、それをやっぱり大事にしてやってほしいなっていうのが今の私の気持ちで、せっかくここまで来ましたけど、言わせていただくと、それが一番大事。やっぱり災害の時にはお互いに言葉をかけて、共にやっぱりそのなんていうか乗り切るっていう気持ちを持っていかないと、やっぱり人間一人になるとつまらない考えを起こすんです。やっぱり私の同級生の女の人ですけど、ちょうど1週間前に伊豆に河津桜を見せに行ったって、その弟ですけど、その姉さんが長岡にいるんですけど、伊豆のね、店に行って、コンビニで行った1週間後に、体の奥、俺はこんな体を奥にも強い。その方が、姉さんと近所にいるもんですから、車で行って川が流されちゃって、4日後かな、3日って、自分の兄弟ですから、神さん、何だとかこう話するんですよ。っていう形で、いまだに悔やまれるんですけど、話しないで帰って、で、無事に旦那さんの葬儀終わった後、3日も自らの命を絶っちゃいました。それはなぜかというと、言葉です。いまだに悔やむ、その時に言葉があれば、さっき言ったように、腹の中で思ってますよ、長岡さん亡くなっちゃったんだからと思っても、やっぱり話をして、次の方策になれば、あ、私一人だね、俺たちだね、みんな思いは同じなんだなっていうことで共通すると、そういうつまらないって言ったら叱られますけど、じゃなくて、あの人もあれだけやられて動いてんなら俺も私もっていう感じ、それがやっぱりある程度は行っていただけ、そういう部分でやっぱ反骨精神っていうのは大事かなと思いますけど、その時にお互いに言葉を掛け合って、拾った言葉では共にやっぱり生活していくっていう全体のそのふるさとっていうかね、形じゃないと、なかなかやっぱり、それでなくてもやっぱり、厚真町の人口を見ると、ちょうど今私、昭和23年ですから、災害当時63年ですからね、みんなどこもそうです。一番多い人口の一番多いところなんですよ。だからまだまだやっぱり動ける人は災害になったら、その人たちが動いて、若い人は無理ですよ、一応人口。あと片付け仕事がありますから、それを取っちゃわないで、その人たちは僕もそうでしたけど、そっちにやってもらって、現地のある、その動ける、70代のその今一番そうなってる人たちが、手に手を携えて、やっぱり、その、災害復旧と何でも、そんな力はありませんけども、でもやっぱそれは、その人たちが動くっていうのは一番、経験も積んでますから、いろんな形でいろんな、もう役職もやってきた方ですから、うまくこう、機能すると思うんですけど、それをやっぱり、これからは、やっていかないと、ただ、気候が変わりました、災害が来ました、やられました、落ち込んでばっかりはいられないような気がしますので、ね、ぜひ、もしもの時の、あってはいけないんですけど、もしもの時は、お互いに言葉を掛け合って、早めに品をして、その次のステップ、みんなで携えて、元気になっていきましょうっていうのが、自分のポリシーですから、ぜひ心がけていただければなと思います。なんか時間過ぎたってなかなか申し訳ありませんけど、それを持って中島の話ということで示させていただきます。ご清聴ありがとうございます。